こんばんは、入山明子です。7月31日日曜日、入山明子のつれづれ日記。先ほどまでライブで888回記念のつれづれライブを行っていました。お付き合いくださった皆様、ありがとうございます。そしてアーカイブも残してありますけれども、ぜひ皆様には足腰が強くなって健康寿命を伸ばそうという、そして元気に笑顔をキャッチフレーズに、これからもこのつれづれ日記もつれづれライブも行っていきたいなと思っています。これからもどうぞお付き合いください。それでは昨日のコメントにお返事を返します。稲葉幸恵さんです。豚ちゃんが大きなハートを出してくださってますね。定番になりました。今日はビトンさん、ありがとうございました。金地区さん、スタンプをいただきました。金崎真紀子さんです。明子さん、早い、おはようございますですね。本当に YouTube ライブ、とても健康に良いことばかり、残念ですね、聞けません。週末の来るのが早いこと、今日も素晴らしい充実した一日でありますように、ファイトといただきました。ありがとうございます。真紀子さんのアバターは、乾杯してますね。長塚雅彦さんです。明子さん、おはようございます。毎日暑い日が続いていますが、暑さに負けずファイト。今日も元気に笑顔で素敵な一日になりますように。まあさんといただきました。グッドモーニングとリスちゃんが顔を出しています。木から顔を出していますね。可愛いです。今日もライブお付き合いありがとうございました。山木さんです。楽しみとパンダがフラダンスを踊っていますよ。可愛らしいです。笠原茂人さんです。おはようございます。本日をもって7月1度目の日曜日、多忙ながらそこそこ充電の日曜日を、今日もよろしくですといただきました。ありがとうございます。西村晴美さんです。可愛い女の子のスタンプをいただきました。満月テルオさんです。あこちゃん、おはようございます。先だって初中見舞いのハガキありがとうございます。私は28日財布をなくし、外で落としたと思い交番へ紛失届け、カード会社に連絡したら次の日自宅で娘が見つけ、娘に怒られました。人騒動でした。今できること頑張っていますね。コロナ感染者の増え方異常の世の中、あこちゃん気をつけて、7月も今日で終わり、歌の道精進していってくださいねとありますね。ありがとうございます。いや、それは財布をなくしたと思うと焦りますよね。それは大変でしたね。いや、でもこれは結果としてあってよかったと思えばよかったんですよ。大変でした。駅中さんです。おはようございます。お疲れ様でした。まあ、紫の声、気境でしょうかね。素敵なお花の写真、後でご紹介しますね。田中幸恵さんです。アバターでしょうね、これ。アバターで両手を上げてポーズを取られてます。可愛らしいです。ありがとうございます。大島信之さんです。あきこさん、おはよう。暑いから気をつけてくださいね。充実した毎日を送れたことは感謝だろうね。この暑さ続くとのこと、体が弱ければ働くのも大変ですね。工事現場で汗水流して働く若い人ではできないでしょう。ご苦労様と言いたいですね。と、大変ですよね。暑い中野外でお仕事なさってる方は心配ですよね。西山秀子さんです。お疲れ様でした。今日は楽しい楽しいつれづれライブですね。どうかうちのインターネットが悪くなりませんように。昨日も3時間なしでした。素敵な日曜日をお過ごしくださいねとあります。秀子さん、今日はご主人様と一緒に、つれづれライブにお付き合いいただいてありがとうございました。ブラジルからお越したと思うと本当に嬉しいですね。山川よし子さんです。おはようございます。暑さに負けずに頑張ってくださいねといただきました。ありがとうございます。山谷さんです。コロナ禍頑張ってください、応援していますね。嬉しいです。ありがとうございます。沖島晴美さんです。あきおさん、こんにちはになりました。今日はお手伝いがあって今帰ってきました。今日も素敵な日曜日になりますように。
はるみさん、ありがとうございます。いつも朝が早くってお仕事を早くから始められるので大変だなと思っています。牧野明道さんです。明子さん、皆さんおはようございます。昨日はつながる土曜日、楽しく聞かせていただき元気をいただきました。1週間の総集編、忙しい明子さんを見て、いつでも明子さんの笑顔、さらに元気をいただきました。今日はつれづれライブ楽しみですね。テレタマは録画予約してゆっくり見ようかな。明日からは8月、もう8月、早いですね。これからも元気笑顔で頑張ってください。明子さんの元気笑顔はみんなの元気。人生七曲がり、義理と情けと愛を乗せて、走れ走れ、元気笑顔で突っ走れ、みんなで応援してます、ファイトといただきました。本当に元気が出る言葉をいつもいただいてありがとうございます。今日もライブお付き合いいただいてありがとうございました。柴谷富子さんです。遅いようですがおはようございます。あきこちゃん、暑い毎日、あきこちゃんも皆さんも元気で笑顔でいい汗流していますか。今夜は楽しい楽しい YouTube ライブ、皆さんと久しぶりにコメントでお会いできますね。あきこちゃんの健康に関してのお話楽しみ。またまたドキドキのなぞなぞ、参加させていただくだけで楽しい。無理無理です。でも楽しいつれづれライブつれづれライブね、もう本当に多くの皆様にご一緒していただいて楽しかったですね。トミさんもいつも、もうあの皆様にもご挨拶していただいたりありがとうございます。中垣さんです。おはようございます。素敵ですね、楽しみですね、素晴らしいですね、またなといただきました。ありがとうございます。森沢隆さんです。こんにちは。つながる土曜日 FM チャッピーリクエスト読んでいただきありがとうございました。今日はラジオ、テレビ、つれづれライブと盛りだくさんでワクワクで元気に笑顔でご活躍ください。いつもリンクを分かりやすく貼っていただいて、ファンブログも、そしてこの Facebook も皆さんがとても喜んでいらっしゃるのが嬉しいです。そして今日はお笑い担当でいろいろコメントも楽しませていただきました。ありがとうございます。田村さんです。グッドモーニングのスタンプをいただきました。ありがとうございました。さあ、それではブログをちょっと遅くに上げてしまったんで、コメントがどうかなと思うんですけれども、行ってみましょう。千葉県出身、田舎町さんです。100歳以上生きたいですね本当ですよ、元気に100歳超えるとまだまだ先が長いですね。野良猫にゃんにゃんさんです。こんにちは。連日猛暑ですけど、明日はもう8月なので猛暑も落ち着いてほしいな。夏祭り楽しそう。夏は祭りと花火が良いですね、といただきました。本当ですよね、猛暑ももうそろそろ本当落ち着いてほしい感じがいたします。秀樹さんです。こんばんは、きこさん。左手が利き手なのかな、難しいでしょうね。努力家か、フレーフレーいい感じ、写真見せてくださいね。またね、ひでちゃん、といただきました。爽やかきこさん、おやすみなさい、嬉しいです、ありがとうございます。さあ、そして YouTube にお返事を返しますね。 YouTube は、昨日は1週間の総集編をあげましたね。そこに鋼チャンネルさんです。こんにちは。今日は夏の暑さもさることながらメディアデイで気分も盛り上がっています。命の水補給して万全の体制で挑みます、ありますね、ありがとうございます。もう本当にいつも皆さんに盛り上げていただいて、私が楽しませていただいています。それから入山愛子施設応援隊さんです。おはようございます。忙しい1週間お疲れ様でした。昨日はつながる土曜日、元気をもらい、また1週間頑張れます。そして今日はテレタマと生ライブ楽しみにしています。参加して充電満タン。今日も暑い1日、体ご自愛され頑張ってください、ファイト、といただきました。ありがとうございます。入山愛子施設応援隊さん、ブラックちゃん、本当にいつもお笑い担当を皆さんしてくださって嬉しく思います、ありがとうございます。またぜひお会いできる日を皆さん楽しみにしています。今日は888回ということで、じゃん、
888回、一日も休まず続けることができました。皆様のおかげです。入山明子のつれづれ日記、そして月に1回となりましたがつれづれライブ、こちらもこれからも続けさせていただきたいと思います。健康に特化して皆様がもっともっと健康寿命を伸ばしていただけるような、そんな働きで、入山明子ができることを考えていきたいなと思っています。今日は、ひとまずですね、今足腰が痛いんだ、出かけられない、痛みが強くてという方もよく聞きますので、室内でできる超簡単足腰健康トレーニングということで、皆様に一緒にトレーニングをさせていただきました。またぜひ、YouTube のアーカイブ、今日行いましたつれづれライブをご覧ください。そして一緒に運動してみてくださいね。負荷のかからない、痛みのない程度を自分で探りながらやっていただくといいなと思います。そして転倒したり、それから関節を痛めたり、そういうことがないように元気笑顔でお過ごしいただければと願っています。さあ、それでは、この後お花をくっつけておきます。今日もお花をたくさん頂戴しました。また皆様からのお花の写真、それから FM チャッピー毎週土曜日13時30分からのお元気ですか、入山明子ですでは、皆様からのリクエストを随時募集しています。懐かしい、皆さんに聞いてほしい、大好きな懐かしいの昭和歌謡、そちらをメッセージを添えていただけますととても嬉しいです。さあ、それではまた明日も8月1日、入山の予定は、明日は重要ミッションが待っています。皆様に報告できるまでもうちょっとかかるのですが、あともう少しだと思います。ぜひ楽しみにお待ちください。元気に笑顔でお会いできます日まで。おやすみなさい。